松井さん、こんばんは。速稼塾の久保です。アップルミュージックすごいじゃないですか。これはね、松井さん、遠慮するんじゃなくて有効に活用するべきだと思いますよ。例えばね、私の速稼塾のプロモーションの中にはアマゾンの書籍ランキング全国ナンバーワンを取って、そのナンバーワンをですね、延々と使い回すっていう、そういうふうなね、コンテンツもあるわけなんですよ。これは実際どういうことかっていうと、暗号通貨が出始めてきたね、ビットコインとかなんですけども、2014年から2015年にかけてまだね、暗号通貨の書籍がほとんど出てない頃ですよね。ここに目をつけて、これからの時代暗号通貨だってことで、猿でもわかる暗号通貨ってのをアマゾンで、出版したんですよ。私の塾生に出版してもらって、全国ナンバーワンすぐに取ったんですよね。まあ、そういうのは取る方法があるんですよ、全国ナンバーワンで。一瞬でもナンバーワン取ったらそれがずっと使えるんですよ。まあネタを言いますとね、アマゾンでナンバーワンを取るっていうのは、曜日とか時間とか、あとはね、ちょっとした協力者を得れば簡単なんですよ。で、一瞬でもナンバーワンになったら、それをスクリーンショットで撮って、いや、アマゾンの書籍で一番ですよっていうのを何年も使うんですよね。そこに対して信頼と集客をずっとつけていって、売り上げ上げていくと。まあその方はね、それでね、数千万ぐらいの売り上げを上げましたね、それを使って。とにかくアマゾンナンバーワンの何々ですっていうふうに語るわけなんですよ。まあ、ちなみにフェックラボのね、西田さんっていう方なんですけどね、その方、今ね、東京に移動しましたよ。広島にいて一山当てたんで東京の方に行きました。だから多分ね、会える機会もあると思いますよ、西田さんね。もともとはね、広島市の市の職員の方だったんですけどね、27年間勤め上げたその広島市の職員を辞めて、フリーランス、暗号通貨のフリーランスとして今ね、フェックラボ暗号通貨上級研究所の所長をしているということでございます。まあそんな感じですね。話脱線したんですけども、松潤さんね、Amazon Music で私の曲出てますみたいな感じでことあるごとに宣伝していく、もしくはこれを機会にですね、 Amazon Music にリリース成功しましたみたいな感じで、リリースが選ばれましたみたいな感じで、もうぜひね、私と対談するなりね、私じゃなくても誰かと対談するなりして、その曲について語り尽くしたり、その曲の思いを共有したりとかね。で、どういう風にしてその Amazon Music を出すようになったのか、そして他の方は音楽じゃない場所でも何か大舞台に出るチャンスがあるんだよって励ましとかね、こういった形で、まあ話してみるといいんじゃないかなと思います。もちろんこれ別に対談じゃなくても、YouTube でシリーズ化してもいいと思いますよ、世界のヒノキ舞台に上がるためにはとかね、どういうふうにやるかとか、9年間寝かしていたけども花が咲く時があるみたいな、やっぱ Amazon Music に自分の曲が出るなんて経験あんまりないと思いますんで、それはね、ミュージシャンだけではないと、あなたのフィールドで輝ける場所、今インターネットでそういうことができるんだってことをね、やっぱこう立ち上げてもいいかなと思いますね。これすごい使えると思いますよ。私はもうこれ使い倒しますね。で、ぜひね、当時関わった方にももう一回連絡を取ってね、で、Amazon Music 上がってきたんだけど、これ誰のおかげですかねみたいな感じで、本当に感謝する意味で、そしてその人脈も復活させて、またこれからのね、実はもう今 YouTube やってるんですよと。で、YouTube でこう絡んでいくとか、ものすごい世界広がりますよ、これ。いや、これをね、使わないと。これ使わないと、ものすごく損だと思います。ということで動画撮らせてもらいました。いやもうね、むちゃくちゃアイデア出るな、これな。羨ましいな。むちゃくちゃファンが増えるんじゃないですか、これは。いや、私これ使い方次第だと思いますね。ただ YouTube に上がっていた、Amazon Music に上がっていたで、一本の動画で終わるんじゃなくて、これ一本使い倒すことによってね、ものすごいことになるんじゃないかなと思います。まあ、攻め方ね、先日ね、無数に考えられますけども、ちょっと、心に留めておいてはいかがでしょうか。それではおめでとうございます。私も Amazon Music で聴かせていただきます。